ボーラーニーはアフガニスタンのフラットブレッドである。薄い皮に、ジャガイモ、レンズ豆、カボチャ、チャイブ、リーキ等の様々な種類の野菜のフィリングを詰め、薬感あげてからヨーグルトかミントヨーグルトを添える。誕生日パーティーや婚約パーティー、祝日等、特別な機会に作られる。アメリカでは、ケバブ料理店でよく見られる。種類は様々で、典型的には、チャイブ、 ジャガイモ、レンズ豆、リーキー、その他の野菜をトッピングする。しかしこれらの伝統的なトッピングにとどまらず、ファラフェル、ギロ、カルネアサダ、ベーコンや長獣肉も用いられる。パン生地は小麦粉が一般的だが、全粒粉やライ麦を好むものも多い。パン生地を作る代わりにエッグオールラップを用いる方法は、時間を節約でき、西洋諸国でしばしば用いられる。 エッグロールラップの端を少し水で濡らし、くっつきやすくする。その後、好みの具を縦または斜めに半分まで詰め、金色になるまで両端を揚げる。この方法は、ボーラーに、を作る、最も簡単で早い方法である。もう一つの方法は焼いて作る方法である。特別な機械に食べる場合は揚げて作る方が人気があるが、西洋では焼いて作るものが非常に人気がある。 焼いて作る方法は、もともと脂肪分を減らすためであったが、現在では、それが与える独特の風味のために人気が高くなっている。焼くことで生地を厚くでき、ふわふわした食感になる。焼いて作るのは、伝統的ではないというものもいるが、アメリカでは最も人気のある、ボーラーに、の調理法となっている。ありがとうございます。